都内でも稀な古墳時代の遺跡がある足立区の小学校では、現在、新校舎建設に伴う発掘調査が行われています。今日は出土した古代の土器などの見学会が行われました。見学会が行われたのは、足立区立伊興小学校の新校舎建設予定地です。ここは7世紀から16世紀にかけ繁栄した若宮八幡神社遺跡と呼ばれ、去年10月から今年3月末まで発掘調査が行われています。今日は遺跡の見学会が行われ、訪れた人たちが井戸の跡や土器などを興味深く見入っていました。その中で今回の目玉は、推定7世紀頃の破層と呼ばれる水差しの土器。土器の穴に竹筒を入れて使っていたとされ、足立区によりますと、割れずに完全なままの形で出土することは大変珍しいということです。まあ、すごいですね。あんないろんなものが出てくるんですもんね。ちょっと暮らしているところには歴史があるんだなというふうに感じました。区の担当者は、出土したものがどのように使われていたか思いを馳せるのも古代ロマンにつながると話していました。今回出土したものは、近くの伊興遺跡公園で展示される予定です。